い。なんなんだ。なら、私のところから進める中華のは実験。しかし、実施するような方々の中である。私は実と、私の方々による中である。私は、私のことになった。私は、より構成される。私は、より感じたことのように、中国語で、私と、よく本物のないようにする。私は、実と、別される。圧倒的ミステリア団長官。そんなこんなで今回はマーラー味使ってくよ。地味に強化が来ていた子。アメレベルも実装時にマックスにしてたし素直に嬉しいんだぜ。強化点としては全体的なスコアアップだね。スコアアップされるだけで嬉しいクッキーも多いわよね。大抵の使われてないクッキーはそうなんだぜ。ペットのマーラー人のクールタイムが個性になったり、ちょっとした調整もあるけどね。マラだとかジーだとか、この動画に年齢制限がつきそうな予感なんだぜ。いつも通りスコアを見ていくと、結構出てるんだよね。能力発動感覚も早い。最近のクッキーで言えばマシュマロを彷彿とさせるわね。マシュマロといえば無限チャレンジ難しかったな。脱線が早すぎる。少し話を戻すけど、マーラーとマシュマロが似てるってのは金金同意だよ。にしてもこの能力地味に楽しいのよね。連打するだけでいいしな。能力関連で言うと、青ゲージの能力発動でいちいち無敵になるのがいいよね。私はこのクッキーを初心者におすすめしたいです。初心者はこの子育てるより別の育てた方がいいと思うわよ。マーラーのこの感じすぐインフレの波に飲まれていくそれだよな。探検家みたいだね。めちゃくちゃスコアが出る気がするのに、なんか置いていかれた探検家。マーラーは扱うのが簡単で、初心者向けっぽいけど、初心者は別のクッキーを育てた方がいい。1分でこの動画まとめちゃったよ。この先3分間どうすんだよ。時を戻そう。まあ、ライオン、霊夢です。誰がマーライオンチェイ？マーライオンはシンガポールになる。上半身がライオン、下半身は頭の子である。大好きは全身コンクリートで、何が語ったかのように、力は異常入っている。というわけで今回はマーライオン使ってくよ。マーライオンといえばシンガポールだけど、日本人の旅行先としてもよく聞くよな。シンガポール行ったお土産でハトサグレ渡されたりね。霊夢以外にはちゃんとしてたの渡してたぞ。おのれ。お土産の文化はなんか続いてるけど、本当はそれに罪となる文化もあったらしいよ。正式な名前は忘れたし調べても出てこなかったんだけど、旅行に行く人にお金渡すんだってさ。お土産用のお金なら今でも渡したりするわよね。うん、それとは違うみたい。そんな金に余裕あるやついないんだぜ。現代は取るか取られるか社会なのよ。お金を安易に渡した方が負け。そういえばこの動画で使ってる宝物、3つともおすすめだね。エンジンはわかるけど右2つもおすすめなの。競技のステージ変わって価値が上がったよね。利益とヨーグルかどっちでも使えるらしいからな。宝物接待ステージなのかな。接待ステージ、懐かしい響き。モンストはあからさまだよな。あれはそういうゲームだよ。クッキーランにもそういうのってあったっけ。印象的に覚えてるのはないな。能力接待はないけど、設定に沿ったステージはよくあるよね。それはいいことじゃない。開催中のアンパイアチャレンジにも秘密があるらしいな。公式の動画を見たらわかるから見ようね。公式の登録者が増えたらクリスタル配布らしいから登録しようね。ついでにこのチャンネルも登録してほしいんだぜ。でもここ登録しても何ももらえないよ。じゃあうちからお金出すわよ。お前んち一銭もねえだろ。いいところで大ポーション。ステージに合ってるねマーラー君。こういうのってステージに合わせてクッキーを調整してるのかしら。不気味なレベルで要調整なんだぜ。調整に関して熟練の人がいるのかな。それかいろいろ数字にしてデータ化してそうね。そういう裏話も聞きたいんだぜ。でも運営はわかるけど、ランカーさんたちはどうやってリレーの順番とか考えてるのかな。それはもう、あれよ。意味がわかると怖い話。でも好きなことで試行錯誤するのは楽しいし、すごいことなんだぜ。ここでバトン。3億2000万ね。あと3000万くらい欲しかったんだぜ。それは強すぎだよ。今回バトンにこの子を選んだのは、前回と被るからよね。正直結局の方が伸びそうなんだぜ。ここ障害物多いし能力とも噛み合ってそうだね。でも前回使ったなら仕方なし。うんうん、それはしょうがないな。タイムキーパーってずるいよね。具体的にどこがずるいってのよ。まったくひどい言いがかりだぜ。いやもう全部だよ。瞬間移動をナーフしてほしいね。それはダメよヨウム。あれは人類の夢だからな。最初使った時すげーってなったなら、お前も負けだぜ。そりゃなったよ。すごいもん。だからずるいんだー。強くて何が不満なのよ。もたがる者の気持ちを考えたことがあるのかだぜ。思えばあんたは恵まれすぎよ。霊夢のように何も持ってない奴にしかわからないこともあるんだぜ。霊夢さん、ごめんなさい。謝ればいいのよ。惨めなんだぜ。ついに4億到達。だけどなんだか微妙な雲行き。タイムキーパーバトンってどうなんだ。そりゃもう強いよ。でもあんまり使ったことないわね。だからスコアの伸び方が不透明なのか。最後能力発動できずに終わったら微妙なってなりそう。マーラーの時点でそこまで出てなかったからね。タイムキーパーが頑張っても微妙は微妙なんだぜ。マーラー強いのかな。確かに評価に困るわね。やっぱり探検家みたいっていうのが一番しっくりくるんだぜ。今は強いけどすぐインフレにも慣れて使わなくなる。そんな雰囲気がすごいあるわね。そもそもついでで強化されたようなもんだしな。もしかしたらギルバトで使われるかもね。妖精味も強化されてギルバトで使われてたしね。そうなったら使ってやりたいな。というわけで、マーラー使ってみた動画でした。タイムキーパー発動まで持っていけたから、この組み合わせはありだね。みんなも使ってみてね。もし、アディオス、おやすみなんだぜ。